今回はちょっと変わったチタン製の小物を紹介します。最初に紹介するのはチタン製の爪楊枝です。チタン製の爪楊枝、こんな感じで反対にはめて長く使用することができます。爪楊枝としては使わずに、これマリンスパイクとして使ってます。固く縛られた紐をほぐすときに使ったり、あとこういったリセットボタンを押すときにも使えます。あと溝のゴミをほじったりするのにも使えます。あると何かと使えるチタン製の爪楊枝、ちょっと変わり物なので紹介しました。チタン製の爪楊枝。あとはもうこれはいつも紹介しているチタン製のホイッスル、ナイトコア、もうずっと使ってるのでピカピカになってます。ロゴももうほとんど見えない感じ、ナイトコア。でこれもいつも紹介してるキーバーのチタン製のキーホルダーで、この中にはチタン製のマイナスドライバーも入れてます。同じキーバーで、こちらは片面チタンで片面カーボンファイバー、普段使ってるのはこちらを使ってます。でもう一つちょっと変わり物を紹介すると、こちらチタン製のピンセットです。こちらにちょっとした穴が開いているのでキーホルダーにつけることもできます。チタン製のピンセット、多分 Amazon で見つけた製品。重さを測ってみますと、ピンセット 1.8g、 爪楊枝の先端だけ、こちらが 1.9g。 こちらはチャベスのボールペンです。チタン製でボルトアクション式、スカルのポケットクリップ、チタン製なんですが二重構造なのでちょっと重さはあります。二重構造というのはこういう感じ、結構しっかりとした厚みのチタン、こちらもチタン、こちらもしっかりとした厚みのチタンです。ジェットストリームを入れてます。チャベスのチタン製のボールペンで、もう一つこちらペーニャのチタン製のボールペンです。こちらはブロンズカラー、ノック式、非常に綺麗なボールペンです。でもう一つボールペンを紹介すると、こちらもボルトアクション式です。でこちらもキーホルダーとして使えるように後ろに穴が開いてます。こちら使ってるボールペンの芯が特殊なので、そこのところは要注意。 Amazon で見つけた小さなキーホルダーボールペン、ウォーライトのチタン製のフラッシュライト、3本ともチタン製で、これがボールペン。チタン製ではなくてアルミ製なんですが、ちょっと変わったペンを紹介すると、こちらはダンゴのシャーピーカバー、シャーピーが入ってます。シャーピーをカバーするアルミの製品、ごっついのが特徴、メイドイン USA。 こちらもなかなか気に入ってます。ナトーストラップに変更して使っていたんですが、最近元に戻したシチズンのチタン製の時計です。シチズンの時計はもうチタンが得意、チタンを使ってるんですが値段が安いのが特徴です。モンベルで発売している時計もシチズンのチタン時計です。結構ごつめの金属ブレスなんですが、チタン製なので 114g。 シチズン、ガーバーの新作ディボワー、こちらもチタン製、後ろについてるこちらのマリツツルもチタン製です。チタン製のデボワ、アルミに比べると若干重いです。もう見た目が綺麗。同じカトラリーで紹介すると、こちらスノーピークの極細橋、とっても細いチタン製の橋、メイドインジャパンチタニウムで、スノーピーク製。あとはもういつもの、いつものっていうか、チタン製のプライバーで栓抜き、こちらウィーで、あともう一つこちらはシビビのチタン製のカラビナです。でここが栓抜きになってます。でここがマイナスドライバー、軽くてなかなか使いやすいチタン製のカラビナで、あともう一つで、こちらもオーライトのオーツール2、こちらもチタン製のカラビナ
で、ここにプラスのドライバーがついていて、ここに小さなカッターがついてます。こちらはダンゴのチタン製のマネクリップ、こんな感じです。クリップ部分がチタン製で、でこのゴールドカラーはアルミだと思います。日本のお札は若干大きいのではみ出すのが気になりますが、見た目がいいので使ってます。ダンゴのマネークリップで、最後にちょっとナイフを紹介すると、ボーカープラスのペンギン、とっても小さなチタン製のナイフ、薄くてブラッドジンカーデザイン、ブレード鋼材 VG10、 見た目の綺麗なとっても薄くて小さなナイフ、ボーカープラスのペンギン、ペーニャのアパッチ、ペーニャは同じメーカーです。ペーニャ、一昔前のデザインを現代風にしているのがこちらのペーニャ。ジェントルマンズナイフなんですが、フリッパーだったり動きがスムーズだったり、とっても美しいナイフです。ペーニャのアパッチ。最後に食器類を紹介しますと、最近よく使っているこちらの外の水筒、こちらもチタン製です。魔法瓶タイプなのでコーヒーなどを持ち運ぶことができます。外のチタン製の水筒、 Amazon で見つけたチタン製のスキットル、丸タイプでこっち側がへこんでます。へこんでこちらが膨らんでる。で蓋もチタン製なのかな、意外と使ってます。スノーピークのダブルウォールのマグ、湯飲みサイズ、お茶飲んだりコーヒー飲んだり使ってます。サイズ感が使いやすいサイズです。最後にバウンドレスボヤージュの夜間です。山用に買ったんですが、あんまり山には持っていかず家で使ってます。見た目の素敵な夜間です。若干このハンドルが使いづらくても、家で使う時も普通にグリッパーで挟んで使ってます。ハンドルはもうほとんど使ってない、バウンドレスボヤージ。今回は少し変わったチタン製の小物を紹介しました。